At CDEC 2009, Sony Computer Entertainment exhibited the PhysicsFX SDK. The PhysicsFX SDK is a physics simulation engine optimized for the Cell Broadband Engine and is provided as a part of the PlayStation 3 SDK. プレイステーション上でですね、再現するための、ライブラリーになっています。まあ、ですから実際ゲームの中で、まあ、最近ではよく実際の現実のですね、物理現象とかをゲームの中で再現するということがかなり、まあ、多く使われているんですが、まあ、そういった時にですね、こちらのライブラリというのを、まあ、使っていただくことが可能になっています。こちらのデモンストレーションの方は、複数の合体を接続して、このようにですね、ロープ状の合体というのを、まあ、実際にですね、再現する、デモになっています。まあ、実際このように合体をですね、ジョイントを使ってつなげてあげることでかなりリアルな、ロープのような挙動というのを再現してあげることができるようになっています。とこちらの、フィジックスというところのこの数字が1フレームの間に、どのぐらいですね、この演算にかかったかという時間を表しています。単位はミリ秒で表示されています。相当早い、1点、まあ、ほとんど2ミリ秒を切ってるんでかなり早い、高速に処理はできています。こちらの方は、複数の合体を、まあ、接続しているという先ほどの、まあ、ロープと、まあ、基本的には同じなんですけれども、人間の形になるような、合体を接続してあげることでこのようにですね、人間と似たような、挙動というのを再現してあげることができます。でこの各関節には回転角度に制限がかかっているので、まあ、普通の人間と同じように逆関節には曲がらないというような、構造になっています。ですからこう実際に動かしてあげても割と人間に近い動きというのを、再現することができています。こちらはですね、複数のこの、歯車というのを組み合わせて運動の方向をさまざまな、方向にですね、変えてあげることができるということを表したデモになります。まあ、実際にこのように歯車を一つ回転させてあげると他の歯車も連動して、ちゃんと回るようになっています。ですから例えばこのちっちゃい歯車を回したとしても全体が動きます。そしてこの縦回転というのは水平回転であるとかこの垂直方向の運動というのに変換していくことができます、できるようになります。 Because the PhysicsFX SDK is optimized for PlayStation 3, it can do physics simulations very fast, even though they are considered to impose a very high computing load.This could expand developers' scope to include even more complex physical phenomena and mechanisms in games. DigInfo News.